エアポートリムジンにも使用される高速バス使用者、一般路線バス復元塗装車、芸用バス株式会社は、広島県中央部をエリアとする路線バス、貸切バスの会社で、広電グループの企業である。運行エリアは、広島市内東部、海田町、東広島市、竹原市、三原市と広域に及ぶ。車両には4桁の番号が付けられており、以下の法則に基づいている。 例、2011詳細な運行案内は、各記事及び、外部リンクの芸用バスサイトを参照。広島高見が、丘、豊坂線、広島高見が、丘、豊坂線、かぐや姫号かぐや姫この間、西条インターチェンジ、湯坂温泉経由新設。その他か,かつて運行していた高速バス高速バス会、田中学校入口バス停詳細な運行案内は、 外部リンクの芸用バスサイトを参照。パスピー定期券は、広電バス、広島バス、広島交通、美北交通、中国 JR バス、ボンバス、中国バス、堺原羽倉黒号、脇食い書前館のものに限る。助水間、新線との乗り継ぎ定期券を含む。との並行区間で、相互利用可能となっている。2014年11月より、 瀬野川営業所管轄路線で路線番号を導入している。内での校舎付加。旭町通りはセブンイレブン西条朝旭町前。左から右への片方向運行。ノンバスの運行開始により、無料バスは運行終了。ありがとうございます。